選手です。よろしくお願いします。お願いします。前走お疲れ様でした。ありがとうございます。乗られてみた感覚いかがだったでしょうか。ちょっと今日気温と湿度上がって、本体もリングちょっとローテーションして回転不足かなって感じがしました。こっちです。そうですね。1号艇なんでちょっと回転上げていかないと厳しいかなって感じがします。現状の船足はいかがですか。いつも自分は伸び方の方が好みなんですけど、ちょっとフライング前期の休末にフライングしてるんで、ちょっとスタート無理できないという理由もありまして、前走者の坂本くんのベースにちょこちょこ調整してます。ベースといっても何型というちょっと難しいことがあると思うんですけど、何型ですか。まあ、自分の体感としてはやっぱ出足行き足型じゃないかなと思ってます。最近なんか、はい、やっと待望の一人目の子供が無事生まれまして、はい、楽しい日々を過ごさせてもらってます。おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、今生まれてからの育児というのは。そうですね、噂には聞いてたんですけど、やっぱり夜泣きがまだ3ヶ月ぐらいなんですごくて、前見日とかもう強烈に睡魔に襲われてますね。はい、なんかやっぱこう育てていく中で、はい、ここが一番感動したっていう。感動ですか。うちはちょっと帝王切開だったんで立ち合いはできなかったんですけど、まあ、4時間ぐらいちょっと陣痛の痛みを一緒に過ごしまして、いや子供一人生まれるのって大変だなっていう思い、まずそういう体験させてもらったのがすごいありがたいなと思いましたし、でやっぱ生まれてきて最初の頃はやっぱ自分の存在気づいてくれてない様子でしたけど、最近まだ目見えないながらにもなんとなくあやしてるとたまに笑顔を見せてくれるんで、すごいエンジェルスマイルじゃないですけど癒されますね。はい、将来的にお子様とどういったことを一緒にやりたいなってなんか計画とかってないですか。自分はもう昭和の人間なんで、やっぱ野球とかで親父とに育ててもらったんでキャッチボールとかしたいですね。はい、ありがとうございました。はい、最後のファンの方に一言よろしくお願いいたします。はい、最後まで一生懸命走りますのでご声援よろしくお願いします。